日本の中心滋賀から地方創生を考えるユウさんのふわこバイタル研究所。研究所所長はミスター琵琶湖ユウさんこと川本雄。研究所プロデューサー山形学。幸せを呼ぶアイドルシャンスムーブメント。多様性と地方創生を考える全ての人が輝く未来、ダイバーシティパラダイス。ユウさんの琵琶湖バイタル研究所スタートです。さあ始まりました、ユウさんの琵琶湖バイタル研究所。所長のユウさんこと川本雄でございます。よろしくお願いします。さあ10月から新しくなりましたこの週でありますが、全ての人が輝く未来、ダイバーシティパラダイスということで、まあ、この世の中には大人、子ども、高齢者の方々、男性、女性、そして障害をお持ちの方、そして外国人、いろんな方が一つの社会にいるということで、ダイバーシティ、多様性をテーマにこの週は考えていきたいと思います。さあこの週のバイタルプロデューサーは NPO 法人ウェルメント理事長の山形学さんです。よろしくお願いします。お願いします。さあウェルメントどういう企業でしょうか。はい、滋賀県で、まあ就労支援、まあ、障害者の就労支援事業を行っていて、はい、今滋賀県、まあ、10年目になりまして、滋賀県の中で450名ぐらい、うん、おはい、施設数はどんな。12施設になります。12施設あると。さあ山形プロデューサーとともに、進めてまいりたいと思います。さあ、盛り上げてくれるのはシャンスムーブメントです。ノエルさん、はい、ノエルさんはマネージャーをやってらっしゃいます、はい、どういうチームでしょうか。はい、シャンスは幸せを呼ぶアイドルをコンセプトに滋賀県を拠点に活動してます、うん、はい、私たち幸せを呼ぶアイドルシャンスムーブメントです。はい、メルティーピンク担当二宮彩香です。はい、ベビーブルー担当水濱優愛です。はい、ラベンダーメジスト担当ゆずりハイブです。はい、ローズレッド担当都会マポです。よろしくお願いします。お願いします。いやー、よくあるアイドルですねこれやっぱり決めなあかんねんな、ノエル。はい、もうかわいい。かわいい。さあじゃあ自己紹介代わりにこのコーナー行ってみましょう。ハッピーシャンストレンドリポート。さあこちらは、はい、第1回目は秋のグルメをリポートしてきました、うん、はい。さあまず誰からいきますか。はい、私あーちゃんからいきます。はい、私は石山駅から徒歩3分のところにある柿正さんというところに行ってきました。でこちらのお店は店内がこんな感じで、うん、カウンター席やテーブル席があって、うん、カップルの方とかご家族でもお越しいただきやすい感じになってます、うん、その時期にしか味わえない旬の牡蠣を用意してくださいます、うん、牡蠣だけじゃなくてマグロもすごく美味しいです、うん、でこちらが牡蠣ボナーラです、うん、牡蠣のカルボナーラで牡蠣ボナーラです。牡蠣ボナーラ、はい、そうです。一般的なカルボナーラは卵とベーコンで作られてると思うんですけど、牡蠣、うん、ボナーラは卵と牡蠣をすごいふんだんに使ったパスタになってて、すっごい濃厚でクリーミーなソースがめっちゃ美味しかったです。これはいいね。石山で美味しさあまりやってます、牡蠣正です。石山来た時はぜひ食べに来てください。食べに来てください。マグロもやってます。いやーすごい素晴らしい。まずはあーちゃんのリポートでした、はい、いや行きたくなるね。そうですね、ね、あのやっぱり飲食店が元気やとね、はい、あの本当街が元気になるしな、はいはい、ぜひ皆さん行ってみてください、うん、さあじゃあ次行きましょう。お、マポ。JR 草津駅から徒歩5分の食堂増田に行ってきました。店内も外観もすごいおしゃれな雰囲気のところでした、うん、でテラス席もあって、ホテルみたい。そうで、あとオープンキッチンもあって、うん、すごい店員さんとお話しできる感じの場所でした。ここは個室になってます。めっちゃいい。おしゃれやね、はい、で少し変わってて、うん、あの時間によって提供するメニューが変わります、はい、基本お昼
夕方夜って感じで、うん、それが一番おすすめされてる一品で、うん、ローストビーフです。めっちゃ美味しかったです。なんかパエリアです。何これ。なんか初めてパエリアっていうのを食べたんですけど、すごい魚介がいっぱい入ってて、うん、めっちゃ美味しかったです。すぐもうなくなりました。そして最後にちょっとレモンサワー飲んできちゃいました。あ、お酒飲めるんやな。はい、飲めます。でこれは普通のレモンサワーじゃなくて、うん、酸っぱさを選べるレモンサワーで、うん、一番酸っぱいのに挑戦してきました。滋賀県草津市、草津駅徒歩5分で、昼ランチですね。ランチ、ディナー、シニア、ずっと行きます。ぜひご来店ください。来てください。いやー、右端の人は何も言わない何も言わないな。おしゃれな店やったね。そうです ね, ね。ああいうとこ山形君も行くの？まあ、僕は草津に住んでるので、no. まあ、近くには、まあ、1回だけ行ったことあって。ああそう、はい、ぜひ行ってみたいと思います。さあ続いては、はい、お、井口。立東駅から徒歩11分の焼き鳥大吉、うん、立東西店さんに行ってきました。お、大吉。はい、大吉です、うん、滋賀県内で22店舗あって、あるよね。なんか店舗ごとでいろいろなカラーがあって、それぞれ店長さんも個性豊かな人が多くて、はい、で、いろんなものが食べれて、うん、メニューがあって、シソやチーズ、トマトとか辛いのとかある中で、うん、私が一番好きなのはヒップで、ボンジリと言われる、そう、うん、そうです。美味しいよな。脂乗っててめっちゃ美味しかったです、うんうん、大吉立東西店です。美味しい焼き鳥食べに来てね。めっちゃ暑いですお待ちしてます。いや、はい、すごい。何、最後はもう店の中入ってたやん。なんか入れさせてもらいました、特別にさあ、じゃあ最後のリポート。はい、はい、私は JR 南草津駅から徒歩18分の甘味屋さんに行ってきました。甘味屋さん、はい、うん、ここは現代風のちょっとおしゃれな貼りやすい見た目になってて、うん、わらび餅と和紅茶のお店で、うん、和紅茶が渋みが少なくて後味がすっきりしてて、うん、果物とも相性バッチリみたいで、そのドリンクもあって、でわらび餅が本わらび粉を 100% 使用してて、めっちゃトロトロしてて、プルンっていう商品があって、はい、でこれが、特製クリームと濃いお茶のわらび餅の商品で、スプーンで食べるんですよ、うん、これは本当になんかトロトロで、うん、スプーンでもちょっとおみたいな、あー、流れるみたいな、ほんまになるんですよ。ちょっとこれなんの、ほんまに。それ最後の一番端のやつがわらび餅ミルクティーで、トッピングがいろいろあって、これは全部乗せしてきました。おー、全部乗せ行ってみたいな。本わらび粉 100% のとろけるわらび餅と、スプーンで食べられるわらび餅プルン、各種ドリンクを用意してお待ちしております。ゆうさんもぜひお越しください。行かせていただきます、ぜひ。いや、美味しそうやな。はい、そして今日は、うん、このさっき紹介したプルーンを、うん、今日は特別に、ゆうさんとまなぶさんに食べていただきたいと思います。うわ、すごい。こっちは普通のクリームなんですけど、こっちが和紅茶で、こっちだけいちごのクリームが入ってるんですよ。これはじゃあ普通バージョン。はい、美味しい。なんか下のわらび餅と一緒に食べてもらえるともっと美味しいと思います。あ、ほんまや、下にわらび餅しっかりおるわ、うん、どうですか。あ、上の方はようで、下がワイン。そうです、濃いお茶のわらび餅なんで、結構味が。ちょっと山形くんも初の食リポやる。初の食リポ、うん、どう、まあ、僕のはストロベリーがあるのでストロベリー好きなんで笑ってるやん、笑ってるやん。生クリーム好きなんで、すいません、美味しかったんで。ダメだこれ美味しかったんで、すいません。今大丈夫か。のコーナーです。山形さんが代表を務める NPO 法人ウェルメントに、うん、シャンスのメンバーがリポートに行ってきました。それではハッピーウェルメントリポート。
やってきました。滋賀県米原ウェルメント米原通さんに本日やってきました。リポートしてくれるメンバーはこちら。ローズレッド担当マポです。イエイイエイ。今日はウェルメントさんの T シャツ着てきました。かわいくないですか？かわいい。ウルトラくんがいます。今日はウェルメントさんの魅力をたくさんお伝えできるように頑張ります。ウェルメント米原2所長の近藤さんです。ウェルメント米原2所長の近藤と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。改めてウェルメント米原2の施設の概要をご紹介いただけますか？就労継続支援 A 型事業所と申しまして、障害をお持ちの方々が働く施設となっております。ここではどんなお仕事をされているのですか？遊戯基盤、主にパチンコ台であったりとかスロット、こちらの解体分別作業を行っております。そして何より入った瞬間からカフェのようなとてもおしゃれで綺麗な空間ですね。ありがとうございます。緑というのがウェルメントの、カラーとなっておりまして、はい、またウェルメントは 3S というもので、整理、清掃、清掃、はい、これにすごく力を入れてますので、綺麗って言ってもらえるのはすごく嬉しいです。ありがとうございます。よければ作業室内見学されますか？いいんですか？はい、ぜひお願いします。お願いします。リサイクルってあったと思うんですけど、はい、実際にはどんなお仕事なんですか？そうですね、パチンコ台から出てくるこういった商材、はい、こちらを電動ドライバーを主に使って解体していく作業となります。はい、やはりパチンコ台で一つを処分しようと思ったらお金もかかりますし、はい、でもこちらを、リサイクルに回すことで、はい、また社会に、役立てていけるというところ、こういう作業になりますね。はい、働いてどのくらいかけますか？7年になります。長いですね。はい、働きやすいですか？はい、働きやすい環境だと思います。めっちゃいいですね。はいウェルメントのどんなところが好きですか？僕が好きな作業できるのがすごく楽しいです、ね、とってもいいですね。イエイ。最高。さっきは失敗したけど。こちらどうぞ。はい。わー、めっちゃ美味しそうに食べてはる。こんにちは。めっちゃ美味しそうですね。今日のお昼ご飯は何なんですか？豚肉の炒め物とコロッケです、はい。めっちゃコロッケ好きです。美味しいですよね。はい、美味しいです。昼食の提供サービスというものを行っておりまして、まあ、またご自身でご自由にお持ちいただく方など様々いらっしゃいます。なるほど。今日一日ウェルメント米原通さんをお邪魔させていただいて、改めて 3S はじめなんか整った環境で皆さん和気あいあいと笑顔で働かれていて、改めて素晴らしいいい職場だなと思いました。米原2はもう今で6年、はい、経ってるんですけども、おかげさまで今たくさんの利用者さん来ていただいてますけども、今後ねさらに、はい、たくさんの方さらに来ていただいて、お客様からいただいているお仕事、はい、さらに頑張っていきたいなというふうに思ってます。またね、ウェルメントは見学案内とか実習っていうのを随時募集してますので、うん、もしね気になった方とかいらっしゃったら気軽に来ていただけたらなというふうに思ってますので、またそちらもよろしくお願いします。はい、いや、すごい
くやっぱ明るくて綺麗ですね。そうですね。あの今までパチンコ台っていうのは結構雑に、まあ、捨てられてた、はい、それを分別することでだいぶ再利用できるということなんですかね。そうですね。もうほとんどが、うん、まあ、やっぱりリサイクルできるような商材なので、うん、まあ、手を加えることで、まあ、資源循環をするっていう、うん、ね、はい、まあ、地球のためにも優しいということなのかな。そうですね。ノエル、実際近くでそういう作業を見ててどうでした？めっちゃ難しそうに見えるんですよ、やっぱり、うん、ミーンってこうやってはるのとか。でも利用者さんの方めっちゃ淡々とくちゃんじゃんって言って、うん、早く素早く綺麗に分けてはるのを見て、うん、もう私には多分できひんちゃうかなと思ってまたノエルちゃんリポートをお願いしたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。ダイバーシティートークテーマトークに行きましょうか、ね、はい、皆さんのここはもうガンガン来ていただきますお願いしますよ、はい、頑張ります。さあ最初はこちら、私の必須アイテム、これじゃあ見せていただきましょう、まずはじゃああーちゃんからいこうか。はい、うん、私の必須アイテムはこのポーチの中に入ってるお守りです、うん、お守り、はい、お守り、神様を信じてるみたいな。そうなんです。私のお家みんなあのお守りとか持ち歩いてるタイプなんですけど、うん、あ、ちなみにあのこのお守りを大事に入れてるポーチは、うん、まぽちゃんにタンプレでもらったポーチです、はい、で大事に、はい、何でも略すな誕生日プレゼントやな。はい、そうです、誕生日プレゼントでもらったポーチに入れて大事に持ち歩いてます。じゃあタンプレにくれたマポちゃんは。はい、マポはこれです。何それ。ボールペンです。あ、可愛らしいボールペン。はい、うん、文字書くの。主にライブとかであの、うん、曲順とか書くときにいつも、うん、なんかみんな持ってないんでペンとかは。君らが書いてるとは思えへんねんちゃんと書けます。書いてる、はい、あ、イブチは。私は猫の肉球のポーチです。かわいい、かわいい。これは、これ実はこの子にもらったタンプレです。タンプレ、なんかタンプレリネあ、そう、チャンスの絆感じるやんか。よし、やった。ゆあにゃん。はい、ゆあはこれです、うん、これはクロミちゃんってわかりますか。わかるかい。クロミちゃんの、あの子分なんですけど、これバクくんって言って、あのめっちゃ好きなんですよ。でこの紐もバクくんいて、いつも持ち歩いてます。これこれ柔らかいんですよ、めっちゃ。なんかみんなふわふわのもんとかあおちゃんにしてもなんかそういうのが好きなんやな。はい、こういうの触ってんの気持ちいいんで、ずっと落ち着くんや、はい、もうずっと触ってなさいさあじゃあもう一ついきましょう、こちら、地方を盛り上げるアイデア。さあこれはね、やっぱり地方創生を考える琵琶湖バイタル研究所としては若いアイデア必要やもんな。これじゃあせーのドンであげよう。せーのドン。おー、あーちゃんは。はい、私はこの商店街にチャンスから何か1店舗お店を出して、うん、商店街を活性化させようっていう企画どうですか。カフェでもやってみる。はい、カフェいいですよね。カフェしたいです。ノエルどう、プロデュースしたら。カフェやりたいですなあ、ゆうさんと。俺だよ、なんていうの、金づるやろアイドルフェス。はい、うん、これはちょっとまだまだ滋賀県ライブ少ないんで、うん、イベントをもっとやっていきたいなと、こうみんなに知ってもらって、うん、馴染みやすい感じにしていきたいなって思います。上ライブハウスやから、はい、それでここで2限中継でもいいや。チャンスはここでやってお客さんが上で見てるそう、そういうなあ、お客さんからでも分からない、一人に踊ってるけどからやった言うてなテーマパーク。テーマパークです、うん、滋賀ってあんまり遊ぶとこないイメージじゃないですか、うん、テーマパークいうのはあんまりないかな。ないですよね。だから琵琶湖の上とかになんかポンと簡単に言うな真ん中の琵琶湖の上になんか古城テーマパークはひょっとしたらいいかもしれないね。そうですね。ハッピーパン。ハッピーパンです、うん、滋賀県ってサラダパン有名だと思うんですけど、はいはい、それに匹敵するぐらいの、うん、ハッピーパン、食べたらハッピーになるパン。おう、ハッピーパン何が入ってんの。
チャンスのそれぞれの好きな食べ物が入ってます、うん、まあ4本入りで何入れる、はい、コロッケ入れます。コロッケ、あ、ラーメン入れます。ラーメン何入れる、あ、じゃあちゃんぽん入れます。ちゃんぽん、マカロン入れます。売れるわけない。続いてはメイドパラダイス、どうぞ。ようこそメイドパラダイス。今までメイド文化にね関わりのない人生を送ってきた方々をゲストに迎え、メイドムーブメントを起こそうと思っておる番組でございます。京都のメイドカフェから生まれたキャンディーホリック、赤色担当青葉ゆらです。じゃあ今日の訪問者の方紹介させていただきます。こちらです。皆さんこんにちは、プロレスラーのさすらいの格闘士安藤正雄です。成敗。これから私たちの虜になってもらうために頑張ります。さすらいの格闘士安藤正雄選手、こわもてレスラーがメイドカフェでどう変わっていくのでしょうか。メイド初体験の舞台は京都木屋町のメイドカフェキャンディ。どんなメイドパラダイスになるのでしょうか。失礼いたす。ご主人様のご帰宅です。お帰りなさいませ。ご主人様、今日のターゲットメイドはキャンディーホリックメンバー青色担当つくもちゃん。エヴァンゲリオンが大好き、表情豊かでみんなを笑顔にしてくれる素直で頑張り屋さんだよ。お待たせいたしました、萌えウォーターと流れ星とうさみみです。かたじけない。当屋敷ではメイドさんが猫さんになる魔法がかかっています。でこの屋敷にいる間、ご主人様にはうさぎちゃんの耳の着用をお願いしてありますので、はい、ご注文がお決まりになりましたらぴょんぴょんとお呼びください。ぴょんぴょん、にゃんにゃん。うどんちゃんお願いします。はい、うどん茶でかしこまりました。お待たせいたしました、うどん茶です。こちらのウーロン茶、このままでも十分美味しいんですけど、もっと美味しくなるおまじないがあるので一緒にかけていただいてもいいですか。はい、ありがとうございます。せーの、ランラン、ランラン、シュキラン、シュキラン、美味しくなれ、萌え萌えキャーン。はい、美味しくなりました。ありがとうございます。美味しくなりました。すっごい美味しいですね、このお茶。嬉しいです、ありがとうございます。どうしてこのメイドという職業を選ばれたんですか。もともとアニメがすごい好きで、アニメに出てくるメイドさんに憧れていたのと、ご主人様、お嬢様を笑顔にできる仕事って素敵やなと思ってメイドさんになりました。ちょっとお話しすぎですよ。ちょっとつくもちゃんします。メイドカフェはですね、飲食店営業ですので、接待行為っていうのができないので、ドリンクを持ってきてもらったりとかした時にちょっと喋るっていうのを楽しんでいただく。わかりました。はい。え？まさか！ぴょんぴょん！にゃんにゃん！おかわりお願いします！はい、かしこまりました！お待たせいたしました！おまじないドリンクの鬼滅の刃です！いきますよ！せーの！1の方、みなもぎり！もぎり！しわしわしわ！せーの！萌え萌えキュン！はい、美味しくなりました！いや、早い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 わ。行っちゃいますか。行っちゃうんですか。メイド長オリジナルのツンデレドリンクがありますので、ぜひとも そうですね、そちらをちょっと頼んでいただきたいなと思っております。メイド長のスペシャルツンデレドリンクでございます。ちょっとマックン、なんでユラが怒ってるか分かってる？ユラのことだけ見てるって約束したよね。じゃあなんでさっきからつくもちゃんのことばっかりチロチロ見て、ほんと気持ち悪い。あのさ、怒られてんのになんでまだ座ってんの。さっさとこっち来なさいよ。じゃあゆらが言う通りに言ってね。こんなしつけの悪いダメうさちゃんでごめんなさいって。こんなしつけの悪い、気持ち悪いんだよ。俺のケツ叩いたな。しつけの悪いダメうさちゃんなので。そんなんでさ、しつけがようなと思うか。
さあ来い。もう一回一から弾き直してあげるわ。ほんと気持ち悪いんだよ。参りました。ごめんね、痛かった？大丈夫？楽しかったでもこれもゆらからの愛情表現の一つだから許してね。はい、萌え萌えキュン。はい、美味しくなりました。ありがとうございます。はい、ではメイドカフェの方どうでしょうか？そうですね、笑顔と萌えとロマンあふれる素敵な場所でした。これでメイドカフェキャンディーの虜になっていただけたと思うので、また来てくれますか？また来るぴょん。いやもう武士おかしなってるもん。また来るよこれは。ハマるメンタルやな。ちょっとケツになったわ、かわいい。さあ、いろいろありましたが、山形さん、どうでしたか？はい、まあ、僕自身はちょっとやっぱり、慣れてなかったので、ちょっと緊張したりとかもしてたんで、まあ、ちょっと徐々にちょっと、勉強していきたいなと。さあ、じゃあ山形さんに、一番輝いてたハッピーを皆さんに与えてくれたメンバーを一人選んでいただきたいと思います。はい、それでは選んでください。ユアニャンです。おお、え、どこが気に入ったんですか？まあ、やっぱりこう差し入れがワイド好きということで、これからを考えたら何か持ってきた方がいいぞ。じゃあユアニャンには、もう番組の最後で15分自由に、はい、使っていいので、やった、自己 PR してもいいし、変顔してもいいし、ダンスしてもいいし、それはお任せますね。はい、アップですよ。頑張ります。頑張ります。さあ、ノエルちゃんどうでしたか？はい、第1回目私も緊張してたんですけど、うん、なんかメンバーのちょっとなんか普段見れへんような顔がちょっと見れた気がして、そうやね、なんかちょっとかしこまってんな。まあ、これからもノエルからいろんな課題が出されますが、しっかりクリアして、はいはい、最終的には地方創生のことを考えるということですからね。はい、はい、山形さんもどうもありがとうございました。ありがとうございます。それではまた来月お会いしましょう。さよなら。第1回ハッピーマンに選ばれたユアニャンです。チャンスライブたくさんしてるので、絶対絶対ハッピーにするので会いに来てください。お待ちしてます。